Cooler Heaven.女性の声でですね、歌って有名になった曲です。Cry Me a River。
You drove me, really drove me mad, out of my head. Why you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me lovers to play me and told me マシャがですね作りました曲がありまして、それ1曲だけ我慢して聴いていただきたいと思います。3月11日 の、 東日本大震災の時にですね、皆さんが頑張ってとか頑張ろうとかっていろいろ震災に遭った方たちに声をかけたりして、私も頑張ってとか言ってた身なんですが、考えてみたら一緒に頑張ろうよっていう言葉っていうのをなんかかけてなかったなぁなんて、できるだけできることをやっていこうってなんか協力したつもりでいたんですが、やっぱりどっかで頑張ってねって思ってるだけで自分で寄り添ったことってあんまりやってなかったなぁなんて気づいたのがですね、ちょうど年末、自粛自粛と言っていながら、やっぱりみんな失った家族がいなくて一緒にいられる方っていうのは自粛しながらでもクリスマス楽しめたりお正月楽しめたりっていうのがあったと思います。でそんな時にですね、震災に遭った方たち以外の中でも、今までここに目に見えてた人がどこかいなくなってしまったり行方不明になってしまったりわからないんですが、目に見えない前いた存在の人が目に見えないの中でその人に対してこんなクリスマスとかお正月で楽しんでる中でもそういった目に見えない人に対して一緒に過ごす気持ちっていうのを会話できるようなこう気持ちがある湧くような音楽曲を作れたらなと思って作った鎮魂歌なんですがあります。でちょっとこれ本当にクリスマスしか歌えないこの12月にしか歌えない曲なのでちょっと一曲お届けしたいと思います。冬の伝言です。